こんにちは、トランスです。半年間にわたって攻略してきましたアーケードパラダイスも今回が最終回です。プレイステーション4もプラチナトロフィーを残すのみとなりました。今回も15台のマシンで全ての目標を達成します。まずはアタックベクターです。トロフィー取得とも兼ねて必ず目標を達成しましょう。次はグラフィティボールズ。1回のプレイでトロフィーと目標を達成しましょう。続いてサイバーダンス。トランスの苦手なリズムゲームですが目標は簡単です。そしてサイバーダンスのユーロミックス、こちらもおすすめです。サンプアンオーファー、集中力が5分間続くなら世界記録を狙ってみましょう。スライムパイプ、これもトロフィー取得とセットで目標達成を狙います。ゾンバット2、ミニガンを入手するまでの辛抱です。チャンピオンシップダーツはトランスの攻略動画を見れば簡単です。でも細かいルールがよく分かっていません。バルカノイドはおすすめしません。分裂アイテムの目標が難しすぎます。他のゲームにしましょう。部外は2回エンディングを見るとほぼ達成できているはずです。ちょっと面倒です。フルーツクラッシュはトランスのように記録を達成するつもりでやりましょう。ボストーク2093は選択の合間に少しずつ進めておきます。ボムデュードの攻略はしませんでしたがアドベンチャーモードが苦痛です。14個目はどうしてもレーサーチェイサーになります。面倒ですがトロフィーと目標がセットです。そして最後に選んだのはハスラーです。トランスはリアルのビリヤードが大好きです。ただし上手くないので力任せにナインボールをプレイしていました。アーケードパラダイスでは難易度が選べますが全て8ボールです。なのでプレイ時間が少し長くなります。実は問題はそこではなく思ったようにショットができないことです。テレビゲームのビリヤードらしくなく打ち損ねが頻発します。トランスは動画撮影の時ほとんどポケットに入れることができませんでした。まあ撮影をやり直せばいいやぐらいの気持ちでいたのです。あまりにひどいので途中を省略しています。するとコンピューターが勝手に8ボールに狙いを定めました。8ボールがポケットに。気づいた時には手遅れでトランスの反則勝ちになりました。これでプラチナトロフィーですか。当分ビリヤードのゲームはプレイしたくないな。オンラインで対戦相手にやられたら即切断ですね。さてアーケードパラダイスの攻略はいかがでしたか。来週からは違うゲームでお会いしましょう。